はいどうもおめでございます。マッチ実況続きからやっていきましょう。今回は塩からいこうかな。よいしょ。あ、でももう塩も19時だから言うてる間に終わりそうだね。デューク浜地のとこで雨が降って、はい、チェックオッケー、休憩入ります。酒山、有名所属になったかバレ飯だからな、みんなに言ってこい。熊野が言った。何バレ飯って。バレ飯、それどんなものでしたっけ。あ、炒飯とは違いますもんね。炒飯、イタリア料理のこと。ピザやスパゲッティばかりではないのです。例えばそうですね、ごめんなさい、実は食べたことないんです。大泣き腹立つな。冗談ですよ、やだな。いや普通知らないやろこんなさ、だって助監督っつったかで2日目やろ。バレ飯っていきなり言われてもわからんやろ普通。そんな高級なの出すわけないことぐらい知ってますよ。せいぜい釜飯とかイカ飯ぐらいのもんです。もんでね、馬さん、俺はあの子飯が好きだな。幼稚園児に教えるのと変わらんな。熊野がため息をついた。そのバレ飯どこですか。すぐに配ります。いいかい、僕ちゃん、バレ飯ってのはな、バレて食う飯、各自好きなところで、勝手に食ってくれってことで弁当のことじゃないんだ。分かったかい。いや腹立つな。タイ飯とも違いましたね。やかましい、あやさん20分押してんだぞ。くだらないこと言ってねえで早く伝えてこいよ、おバカ野郎。20分押し、予定より20分遅れていること。ちなみに同じ頃、篠田正志も20分遅れて約束の場所に到着したところである。正志が長そうやな今回。はい、牛尾は伝達し終わった詐欺山を呼んだ。おい、金持ってるか。少しは。そうか、どうだ、一緒に食わねえか。ねえ、私も一緒していい。ミチルが割り込んできた。この先に美味しいカレー屋さんがあるのよ、そこ行かない？お、いいのか。やだ、カレーぐらいでそんな顔しないでよ。ミチルは苦笑した。おごってもらえるから喜んだわけではない。ミチルと一緒ならば、もし警察に呼び止められても疑われずに済む。ああ、一人で飯食うのが嫌なのか。三木山くんも一緒に、ね。はあ。いいやん、一応女優と男優に、男優って言い方よくないな、俳優に囲まれて飯食えるんやで。真っ白なコルベットが目の前に止まった。デューク浜地が降りてくる。 SE やめろ。降りてくるデュークの車はシボレーコルベット92年式コンバーチブルタイプ GM 車製。シボレーは元は会社名、 GM に吸収された時点でブランド名として残存した。アメリカ文化の象徴ですらあるいや車はかっこいいんだけどさ、お前がダサいよ。みちゅうちゃん、ディナーに行こう。あ、ごめんなさい、私馬ちゃんたちとレストラン予約してあるんだ、行ったらすぐに食べられるようになってる。さあ。でも牛は前に出た。え、おい、今はそっちが脇役だ。おい、あっちへ行きな、悪役。あー、どれでもいいな。まあでも普通に A かな。おい、こっちが先役だ。馬ちゃん、リュウカは牛をなど見向きもしない。どうしても嫌だって言うなら仕方ないけどね。あー、そうそう、君がやってる役さ、監督やプロデューサーに推薦したの実は僕なんだよね。うわー、器が小さ。こんな男おる？僕と恋に落ちるっていう大きな役どころだろ。何するか本当迷ったよ。まあ君に正解だと一応思ってるんだけどね。これから僕と君の絡みの芝居も多いしさ、食事しながらミーティングがしたいんだよ。これも仕事さ、いいね。はい、ミチルはうなずくしかなかった。うわ、器小さ。ごめんなさい、今度埋め合わせするから。ミチルは後ろと詐欺山に謝ってコルベットに乗り込んだ。行っちゃいましたね。詐欺山がポツリと言った。仕方ね、やっぱりお前におごってもらうわ後ろと詐欺山はラーメン屋から出てきた。おったまげラーメンなんて言うからどんなのかと思ったけどよ、高いばっかで大したことなかったな高えの、こんな名前のラーメン屋が。舐めてんな。牛は爪楊枝を加えてシーシー言う。おごられた人が言うセリフじゃないですよ。ははは。じゃあ僕用事ありますんで、ここで。
下げ山は自分の大きなバッグを持ち直した。おいおい、ちょっと待て、俺を置いていくな。撮影現場を離れたら一人でいるのはまずい。これから大事な用があるんです。すいませんけど一人で戻ってください。なんだ大事な用って？それは急な打ち合わせが入ったんです。相手は相当気難しい人なんで大変なんですから。相手、深町優衣という名の女子高生。打ち合わせというのは実は嘘で、2ヶ月前からアタックしている優衣に会いに行こうとしている。だから詐欺山としては馬部牛尾だけどの相手してる暇などはなく、内心焦ってるのだが、その話はまたの機会に。いいからロケバスまで連れてけ。勘弁してくださいよ、馬さん場所知ってるじゃないですか。だから役者は一人で歩かせるな。馬さんなら一人でも大丈夫ですよ。どういう意味だ？いえ、とにかく子供じゃないんですから。そんなこと言っていいのか。もう助けてやらねえぞ。あんまり助けられてないですよ。なんだと？わかりましたよ、もう時間ないのに。牛は鷺山と一緒に元の現場まで戻った。ロケバスの中にいれば安全だ。鷺山は慌てて用事を済ませて走っていく。改めて周りを見渡してみるが、やっぱり本物の馬部陣太郎が現れそうな気配はない。本物の馬部陣太郎、馬部は 新船町の児童公園を後にし、ロケ隊を探して丸山町周辺を歩き回っているところ。台本が頭に入ってたらなんとなくどこで撮影してるか分かるもんじゃないの。ロケ再開の時間になり、牛尾は外に出た。ああ、よかった、間に合った。鷺山が息を切らして駆け込んでくる。なんだ、早いじゃねえか。もう打ち合わせすんだろうが。ええ、かなり難しい交渉でしたけど、なんとか切り抜けましたよ。馬ちゃん。デュークの車を降りてきたミチルが驚いた表情で近づく。どうして？あ？どうやってそんな早くここに？どうやってって。あったんだな、馬ちゃんに。ラーメン食ってすぐに戻ってきただけだ。まあ、まずいなりに一気にかっこんだからな。なあ。牛尾は鷺山を見る。だからまずいは余計ですよ。信じられない。二人いるんだよ。やつの玉取れ。これ以上のさばら、これ以上のさばらせておくんじゃねえ。牛はチンピラに拳銃を渡す。わかりました。カット。組長、セリフどうした？川沢が叫んだ。すまねえ、なんだっけな。途端に張り詰めていた現場の空気が緩んだ。おい、お前本当に役者か？何をいきなり。本当は役者じゃないんじゃねえのか？バカ言うな。いや、監督の言う通りだ。こんな役者見たこともねえ。熊野も同調した。ちゃ、くそ。牛を後ずさった。物覚えが悪すぎるもの。産業以上言えて、産業以上言えてねえんじゃねえか。え？今女といる例のマンションだ。だろ。いい加減覚えてくれよな、馬ちゃん。熊野は困ったように川沢を見た。いや、もうカット割ろう。現状渡したところまでだ。その後組長によるわ。ほら、馬ちゃん早く戻れ。おう。牛尾は最初の立ち位置に戻る。やっぱ無理だったんですかね、馬ちゃんじゃ。いや、芝居は良くなってきてる。迫力がじわじわのメラメラだからよ。たくそうなるとセリフが出ねえんだから。はい、オッケー、チェック。馬さん、なんか凄みがありましたよ。鷺山が嬉しそうに近づいてくる。そうか、まあ昔は同じこと言ったことあるしな。笑ってんじゃないよ。熊野が呆れたような声を出す。明日は中セリフがあんだろう。大丈夫だろうな。組長の決めなんだから、今みたいにカットあるってわけにはいかないぞ。頼むよ本当に。鷺山くんよ。はい。やっぱあの長えの一気に言わなきゃいけないのか。そりゃそうです。そうか、馬部陣太郎ってのは大したやつだな。は？よくそんなことできるよな。まだこれからじゃないですか。やろうとするだけやれや。やっぱり馬さんも役者ですね。あんまりそういうナルシズムのない人かと思ってたけど。なんだ？ナルシズム？3日目に続く。なんかあんまりピンとこない終わり方やな。よし、じゃあ次は言ってた通りよしこ行こうかな。よしこはバッテンドを迎えたまま
放置してたので小躍りして電話ボックス見つけて嬉しい嬉しい。よしか喜んで書店に向かった。電話ボックスがある。そうだ、ようちゃんね、私頑張っているって電話しよう。出ないよ。よしかは電話をした。繋がらない。留守か。でもいいわ、ようちゃん。私頑張るからね。決意を新たにするよしこだった。よしかは元気になって書店へ戻った。まあ、雨に濡れちゃったんですか？へへへ。病院は行きました？それがね、愛の力で治っちゃったの。どういうことですか？内緒。よしこはゆるゆるのほっぺたを押さえた。へ、心配かけてごめん。変なよしこさん。てへ。でも顔色も良くなったみたいだし、よかった。てへへじゃねえよ。ぬふふ、ぬふふじゃねえよ。よしこは満面の笑みを浮かべた。よしことカオルはバイトを終えた。珍しく二人は一緒に帰る。よしこさん、この後平気ですか？え、何が？ほら、あのお店。え？先週見つけたイタリア料理屋さん。行く約束してたでしょ？今日、約束？しましたよ。もしかして忘れてました？覚えてるわよ。どうします？行きます？う、でも、まだ調子悪いんですか？うん。よしこの胃袋は返事をした。平気みたいですね。レスポンス早いですさあ行きましょう。でも早く行かないと混んじゃいますよ。ごめん、私ようちゃんと約束。あ、今日デートだったんですか？デート、よしこの最優先事項。ケーキ屋行ったり、ラーメン屋行ったり、公園でハンバーガー食べたり、自然の中でバーベキューしたり、お祭りに行って屋台で焼きそば買ったり、ドライブしてファミレス寄ったり、豪華にフランス料理食べたりして楽しく過ごすことデートじゃないよ、食事だよそれは。ただの。うん、そうでもないけど。何です？あのね、私。はい？何でもない。今日ちょっと休養ができたの。ごめん。普通にダイエットしてるって言ったらいいがな。事情説明したら分かってくれるよ、この子。よしこのこと嫌い説あるけど。そうですか。わかりました。あのお店は私が偵察しときます。ごめんね、カオルちゃん。いいですよ。じゃ、また明日。手を振ってカオルは去った。ここが愛の辛いところ。よしこは反対方向へ歩き出した。よしこは今日もデパートへ来た。なんか太ってないか？増えた？体重。ぐふふ、今日の私は違うのよ。あのデジタル式精密体重計を睨みつける。デジタル式、ある年代以上の人々が毛嫌いするもの。段階世代の悪口やめろ。てか買って帰れや。体重計くん、愛の戦士の今日一日の成果を見せてあげるわね。片足を乗せた。メーターが動く。両足を乗せた。うそ。よしか腰をかがめた。数値を食い入るように目の中に入れた。 63.1？ なんで増えてるのよ。よしかは首をかしげた。おかしいわ、やっぱりこれ壊れてる。あんだけやったのに減らないわけないじゃない。おかしいわよ。だがすぐに気がついた。あ、そっか。カバン背負ってるからな。すぐそばに試着室がある。よし。夢中で体重計を抱えて飛び込んだ。もう普通に店員に声かけられるやつよ、それ。ベルトに手をかける。ブラウスとスカートを脱ぎ出す。買って帰れや。体重計なんてそんな高いもんじゃないやろ。下着姿で体重計に飛び乗った。63.1キロ。朝は 62.3キロしかなかったのよ。もう一度確かめた。プリンも食べなかったのに。目をこすった。お昼も水もドーナツも我慢したのに。よしか髪の毛をかきむしる。なんで？どうして？体重計にポタポタと涙が落ちる。ひどいよ。鏡に自分の体が映った。もしかして。ごくりと唾を飲み込んだ。よし。ゆっくり一回うなずく。こうなったらこれも。下着に手をかけた。あ、試着室の前で誰かが腰を抜かした。キャッ。よしか慌てて前を隠した。カーテンを閉め切っていなかったらしい。まぶぶぶぶぶ。初老の男が倒れ込んでいる。初老の男、ある時はデパート巡りを楽しむ男、ある時は宝槽12のお抱え運転手、ある時はまさしの所属する七曜会のメンバー。え、こんな人いたっけ。
木曜日の将棋仲間。ある時は渋谷アークホテルのフロント係。しかしその実態は誰も知らぬ謎の男を人呼んで七色怪人。七色？あ、七色老人。普段は五十嵐三十郎の名を使う。めちゃめちゃ興味ないわ。ごめんじいさん。どうなさいました？大丈夫ですか？店員が男に駆け寄っている。大変。吉川は急いで洋服を身につける。こんな姿見られたら。吉川はそっと体重計を返して生活用品売り場から逃げ出した。なんだっけ、防犯カメラに映ってたら相当不審なやつやけどな。ああ、恥ずかしかった。でもお腹空いちゃった。思考のすべてが空腹とつながる。バラの花束が道に落ちている。バラ、パトリック・ダンディと名乗る男が恋と歩みにバラの花束を送った。その後、デューカ・ハマジが歩みの手から奪い取り、路上に群がるファンに向かって放り投げた。その時に散乱したバラの一部。デューク何してるん？いや、パトリック・ダンディも。美味しそうなお花。え、食べれないよ。よしか、バラの花を拾い上げた。私どうかしてる？このままじゃ、このバラ食べちゃいそう。カロリーはあんまりないだろうけど。よしか、花束のラッピングをほどいた。ラッピング、包装、かつては贈り物の付属だったが、最近ではファッションとして流行しており、専門店もある。へえ、あるか？ダメよ、ダメダメ。まあ、深くは突っ込まないでおこう。美味しいバラにはトゲがある。美味しいバラってなんだ？バラの花を一本ずつ道路脇の植え込みに差し込んで立てた。ダメよ。植木を植え込んだところ、すさんだ都会の風景を少しでも和ませようとする意図のもと道路脇に作られるが、食用植物は植えられてないため、よしこの意識はいつよしきにはいつも入ってこない。食べることしか考えてないやん。これでよしっと。でも菊の花なら食べられるのに。食べられないよ、別に。食べるもんじゃないよ。菊か菊属の多年草、食用にもなるが、普通食用に使うのは料理菊といって、そのために栽培した菊である。もちろんよしこは大好き。いや、食べられるけどさ。それで言ったら何でも食べれるよ。春菊なら葉っぱも食べられる。女中菊なら虫を殺すわ。よしこはバラの花びらを一枚だけちぎって食べた。ペッペッ、いまいちだわ。もう病だね。病んでるよ。食べるのはやめた。正しい使い方はこうよね。吉川はバラを一本だけ手に取った。痩せる、痩せない、痩せる。花びらを占いをしながら吉川は歩き出した。もう痩せない引いたらどうすんだよ。未来に訪れる可能性を交互に唱えながら花びらを一枚一枚ちぎる。最後の一枚が将来訪れる運命とされる。来る来ないと好き嫌いがドラマなので定番。もっともそんなこと実際にやってる人はほとんど見かけないが。いや、いたら引くわ。ドン引きするわ。絶対変よ。部屋へ戻ったヨシコはさっきの体重を思い出した。どうして 63.1 キロなのよ。朝は 62.3 キロしかなかったのに。前向きのヨシコは諦めない。いいわ、うちのでもう一遍はーかろっと。ヨシコは部屋へ帰ると急いで服を脱ぎ始めた。うちの体重計君ギャッピーはきっと私の味方よ。いつの間にか名前をつけていた。そっと体重計ギャッピーくんに乗る。これで変わらなかったら。全然変わっていなかった。よしこは半泣きで首を振った。そんなの残酷すぎるわよ、ギャッピー。ギャッピー、勝手に名前をつけられ、上でバタバタ暴れられりゃギャッピーだって困る。生まれ変わったら痩せた男になって太った女をいじめてやろうと思っている。ギャッピー、ギャッピー頑張れ。玄関のチャイムが鳴った。ちなみに体重って昼じゃないわ、朝と夜で結構違うよね。うえーひー。再びチャイムが鳴った。やっと気づいた。あ、もしかしてようちゃんかしら。絶対違うよ。思った途端ドアが開いた。誰だよ。勝手に入ってくんなよこいつ。なんなん。失礼いたします。アタッシェケースを持ったセールスマンだった。こんなん通報だよ。即通報よ。なんだ、ようちゃんじゃない。セールスマン慌ててドアを閉めた。田中さん、ドリーム通商セールスマン、日夜訪問販売に取り組み、潰した靴は3000足。社畜やな。その社運は自らの創建にかかっていると思っている働く日本企業人。もっとも会社がそう思ってるかどうかは定かではないのだが、いや、そのうち捕まるよこの人。これは失礼。なんで。よしか、自分が下着姿であることに気づいた。ちょっとだけ待って。いや、ちょっとだけ待ってじゃないよ。もっと突っ込みどころあるよ。
何こいつ勝手に入ってきての人ん家に。よろしいでしょうか。よろしくねえよ。少しだけドアが開き、男が首を出した。はあ、はい、私は一人。吉川急いで上着を羽織った。お取り込み中のところ誠に失礼します。帰れドアが開いたかと思うと男はすでに部屋の中へ入ってきていた。結構なキッチンでございますね。もう防寒よこれ。ちょっと待って。あっ、床の端に白いものが見えた。お前会社潰す気か。吉川はダッシュして床に突っ伏した。は、あの、どうなさいました。 いえ、どうぞお気にせずに。ゴソゴソと落ちている下着を隠す。さて、こちら様では素敵な水を飲んでいらっしゃいますか。これはまんまと引っかかるやつやな。水飲んでないわ。あらら、それはいけませんね。だって健康の源はまずお水から。セールスマンは私ケースを開けた。皆様のご健康と健やかなる未来のためにも、このご家庭用浄水器を。浄水器ドリーム、通称ヘルス事業部の新製品、家庭用浄水器きれいになるわら。わらはいらんやろ。わらの浄水作用により、水道水が夢のウォーターに。取り付け工事不要、1ヶ月無料リース中。ただし浄水カートリッジ交換はお客様ご負担となります。カッコドリーム、通称パンフレットより。なんかあれだな、プリンターのインクと同じような匂いがするな。健康？健康なら間に合ってるわ。十分すぎるわよ。男はじっとりとヨシコを見つめた。なるほど、確かに健康そうです。それにお美しい。え、もう一度言って。もうよくそんな顔できるな。頑固ちゃんみたいな顔になってるよ。知ってる人いるか分かんないけど。はい、あなたは大変健康そうです。そうじゃなくて、その次。大変お綺麗でいらっしゃる。よしこの目が輝いた。え、お綺麗？私が？もちろんあなた様のことでございます。ふ、私が綺麗？はい。男は颯爽と飯を切った。申し遅れました。私、ドリーム通商ヘルス事業部の田中と申します。はあ、どうでしょう。その美しさを保つことにご関心はおありですか？まあ、一応。でしたら当社の製品をお使いください。製品って、浄水器？いい顔してんな。いえいえ、一口に美容と申しましても、当社はいろいろ扱っております。基礎結晶、美容器具、それから、基礎化粧、口紅やマスカラなどメイクアップ化粧品に対して、化粧水など肌のコンディションを整える化粧品。ドリーム通称のツルツルーンは限りなく水に近い成分で、肌荒れやアレルギーが絶対に起こらない特別性なのだが、ただの水じゃねえかという声も。え、もう詐欺やん。ただの美容器具、携帯用ルームマラソン、ぶら下がり健康手すり、ムダ毛一層ガムテープ、それただのガムテープや、など個性的な製品が目白押しなのだが、インチキだという苦情も25件。独創性も世間にはなかなか認められないものである。いや、ムダ毛一層ガムテープはもうただのガムテープだよ。何携帯用ルームマラソンって、そもそも。田中はわざと息を継ぐ。それから吉川は身を乗り出す。ダイエット食品なども。ダイエット食品、ドリーム通商が社運をかけて開発した各種ダイエット食品なのだが、実は今日が販売初日。え、ダイエット食品？はい。ダイエットに有効だと思われる各種食品の優れた部分を取り入れた画期的な製品です。それって痩せられる？はい。しかもダイエット食品だろうがカロリーはあるからね。食ったら痩せられないよ。しかも食べながら痩せられます。絶対嘘やん。買う！吉川は田中にしがみついた。買うわ、買わせて、お願い、早く買わせてよ。ぎゅぎゅ、どうすればいいの、早く言って。ぎゅぎゅ、手を離してください。ほら、離したわよ、早く言いなさい。はい、ではまずはこちらの契約書にサインと印鑑を。吉川は田中の手から契約書を奪い取った。いや、これは騙される側が悪いな。印鑑を取りに走る。書いたわよ、大体食品はどこ、どこにあるの。血走った目で田中の肩を揺さぶる。今お持ちします。田中は首をガクガクさせながら携帯電話を取り出した。すぐお持ちしますから。よしこの手から逃れて部屋の隅に逃げてボタンを押す。田中です、やりましたよ、契約成立です。大至急クッテアセールス4000年ドリームパックを持ってきてください。え、あ、田中は頭をかきながらよしこを見た。失礼、どうやら書き間違えたみたいで。
かけ間違えた。かけ間違いの相手は市川。お前間違えられすぎやろ。待てない。吉川興奮に全身をプルプル震わせている。今すぐかけ直しますんで。田中は慌ててかけ直す。田中です。至急大至急食ってやセールをこちらへ。住所はお客さん、助けてくれ。期待に胸を膨らませすぎて白目を向いて倒れてきた吉子に田中を押しつぶされた。幸せだな。20分後吉子の目の前に段ボールが一箱あった。田中は品物が届くと早々に帰っていった。もうこいつこれ一箱一晩で食うやろ。これは食べていいのね。食べても痩せられるものなのね。食べて痩せられるものなんか一個もないからな。段ボールをバリバリと開けた。これよ、こういうのが私に合ってたんだわ。ゼロカロリーの寒天とか食っとけや。中には一つ一つパックされたダイエット食品が綺麗に並べられている。いただきます。吉川は手近なパックに手を伸ばした。次に包装ごと食いちぎった。あむあむあむ。ふ菓子の味がする。ふ菓子、小麦粉から取り出したグルテンかっこフッ素で、作った食品。吉川の大好物。そっか、食べやすくしてるのね。最近のダイエット食品って発達してる。吉川は一心にしてダイエットふ菓子を平らげた。あー、五臓六腑に染み当たる。吉川は新しいパックに手を伸ばした。もう一個ぐらいいいよね。ペリッと包装を剥がす。は？リンゴ？赤いツヤツヤとしたリンゴが出てきた。そういえばリンゴダイエットってのもあったわよね。いや、分かってると思うけど食ったら太るぞ。吉川は皮ごとかぶりついた。シャリシャリとリンゴを噛み砕く。はあ、おいしいよ。吉川はリンゴをかじり尽くした。なんだかお腹が空いてきちゃった。さらに次に手を伸ばす。ホースを剥いだ。バームクーヘンだよねこれ。バームクーヘン、ドイツ語で切り株を意味するお菓子。よしこの大好物。何でも大好物やろ。バラ食うぐらいなんやから。ドーナツ型のバームクーヘンだ。バームクーヘンダイエットなんてあったっけ。でも各種食品の優れたなんとかって言ってたし。ごくりと喉は催促する。いや食べちゃえ。よしかはバームクーヘンを頬張った。あー、美味しいよ。これで痩せられるなんて嘘みたい。嘘だよ。吉川は次々に手を伸ばした。クッキー、焼き上げたお菓子の一種でビスケットより脂肪分が多い。よしこの大好物。せんべい、米を原料に焼き型に入れて焼いたもの。よしこの大好物。野菜スープ、野菜が主役のスープ。よしこの大好物。もう何でもいいんやな。ゆで卵、お湯で茹でた卵。よしこの大好物。いや待て、ゆで卵なんかなんで入ってんの。激辛カレー、香辛料ドバドバ入れて通常より辛くしたカレー。よしこの大好物。大箱、アジア各地に広く分布する雑草。葉は利尿剤薬として、種は製薬として利尿鎮核剤鎮石剤に適している。よしこの大好物。ほんまに？ほんまかそれ。玄米茶、いった玄米を混ぜ合わせた煎茶。よしこの大好物。バナナ、芭蕉科の多年生草。よしこの大好物。バナナとか普通にカロリーあるやろ。よしこは手当たり次第に食べ続けた。グレープフルーツ、みかんの親何なんその説明。みかんの親玉って、木になっている姿が微動みたいに房になっているところからグレープフルーツと、あそうなんや、名付けられたらしい。よしこの大好物。ヨーグルト、牛乳、ヤギの乳などに乳酸菌を作用させたクリーム状の食品。よしこの大好物。ヨーグルトキノ、何ヨーグルトキノコって。ヨーグルトにケフィア粒と呼ばれるものを入れて作る。ケフィアが牛乳の中で固まってまるで白いキノコのように見えることからこの名がある。よしこの大好物。あ、間違えた。紅茶キノコ、キノコのようなものを紅茶のようなものでつけたり、浸したり濡らしたりした、飲むと頭が良くなるとか体が良くなるとか心が軽くなると言われてるらしい。正体不明の食品。よしこの大好物。もう口に入れられるものなら何でも好きなんやろ。蜂蜜、蜜蜂が植物の花から集めた蜜を強奪したもの。言い方な。糖分が主成分で栄養価が高い。よしこの大好物。ポッキー、なんでポッキー入っとん。絶対嘘やんこれ。ポッキー、プレッツェルにチョコレートをコーティングしたお菓子。一時期これしか食べないダイエットが女子高生や OL に流行した。よしこの大好物。太るに決まってるやろ。
青汁、まずいことで有名な健康食品。バラエティ番組では罰ゲームで飲まされるくらいだから体には良くても本当にまずいのだろう。よしこの大好物なんでもいいんだな。自然の薬用植物を加味し効能を与えた紅茶、本来は香りを楽しむために飲むことの方が多いよしこの大好物。よしこはとどまるところを知らない。もういいってもうしんどいから。途中茶、途中の葉から作られたお茶、さっぱりとした甘みと柔らかな香りが特徴。ミネラル類が豊富でノンカフェインなため健康のために飲む人も多い。よしこの大好物、ウーロン茶、ゲンピ茶、ゲムネマ茶、グドグダミ茶、スッキリ茶、鉄管ロン茶。もういいわ。最後のプーアル茶を飲み終えた。香港でヤムチャの際好んで飲まれるお茶、脂肪の分解作用が強いので脂っこい中華料理の後やダイエット中に飲む人が多い。よしこの大好物。ゲフーもう食べられない。もう間違いなく太ったわ。よしこの前には食いちぎられたパックと空き缶の山ができていた。なんだか軽く体が重くなったみたい。気のせいよね。箱の底に1枚の紙切れを見つけた。よしこはそれをつまみ上げる。なになに。よしか、コイン出して読み上げた。クッティアセール4000年ドリームパック単品ダイエットフルコースセット、あなたにぴったりの食品をお探しください。1日1品が適当ですって。顔から血の毛が引いていった。これ1日分じゃなかった。1日分なわけないやろ。怖っこの人。よしかはバタバタと服を脱いだ。体重計に飛び乗る。ギシギシと嫌な音がした。65.1キロ。よしこは時短だを踏んだ。増えちゃったじゃないよ。うおーおー。よしこは激しく泣き出した。また電話来るよ。これじゃようちゃんに会えないよ。ドタバタと転げ回ってると電話が鳴った。ほら、ようちゃんだ。よしこは電話に飛びついた。もしもし、ようちゃん違うの。あ、もしかして変わる。変わるじゃない。少しも変わらない。は？うるさいだけだ。死にたいか。あの、昨日の陰気な男の声だ。意外とこいつが、あれやったりすんのかな？あの、誰やったっけ？ゼロニモ？あの、下の住人だ。暴れるなと昨日言った。住人、富ヶ谷ハイツの住人、101空室、102、マセヤ、トックヤ、ノリヤ。103国母た読めねえわ。クラシナアミなんでこいつに飛ぶんだよ。細井よしこ、浅見ほのか。わからないのか、通じないのか。ゾッとするほど冷たい声だ。通じます。もう一度だけ言う。暴れるな。すいません。精密機械は振動で来る。ほら絶対そうやって。気をつけます。イノシシにもよく言っとけ。鍋に食べることができる動物。よしこはまだ食べたことがないが、いつか食べたいと思っている。近い将来、よしこの大好物。うるせえよ。ティップ自重しろ。イノシシ？ぷつりと電話が切れた。ひどい。誰がイノシシを。よしこはバタバタドタバタ手足を振り回した。再び電話が鳴った。ピクリとよしこは動きを止めた。そーっと受話器を取り上げる。もしもし。今度はクマか。川でも出たか。クマ、中華料理では手を食べる動物。よしこはまだ食べたことはないが、一度でいいから食べてみたいと思っている。近い将来、よしこの大好物。カバ、あまり食用にはしない。しかし機会があればきっとよしこはためらいなく食べるだろう。近い将来、よしこの大好物。早く殺せ。その一言で電話は切れた。しばらく動けなかった。誰がクマなのよ、カバなのよ。ひどすぎる。そしてつぶやく。でも痩せなくっちゃ。決意を新たにするよしこであった。お前には無理だ。くそー、腹立つなーこいつのシナリオは。ってことで今回こんなもんで終わりたいと思います。また次回誰か進めていきます。またお付き合いいただけると嬉しいです。それではまたね。